敵の居場所を教えてくれ。考えるべきことだよ。こんな細胞人間の形式はもう古い。今処理に連れて行くところだ。は、私の出番だね。私はどうしたの？確かに戦い中でやられて、そして捨てられて。気づいたよね。今私たちの攻撃は敵の前方部隊にしか攻撃できない。敵の居場所を教えてくれ。スナイパーライフルは装備すれば戦闘中に使えるようになるよ。こうやって敵の後方部隊を直撃できたよね。早速実践してみましょう。集中して。我々半身は人間のように貧弱じゃない。寝ることも休憩することもいらない。我々はずっと戦い続ける。